東亜キネマ株式会社は、かつて存在した日本の映画会社である。兵庫県西宮市と京都府京都市に撮影所を持ち、大正末期から昭和初年にかけて、サイレント映画を制作、配給した。大正バブル期に金融資本の多角経営の一事業として出発。日本映画の父と呼ばれた牧野省三をはじめ、日本映画黎明期を代表する映画人を多く輩出した。所属のスター女優の一人千草百合子1923年12月、いわゆる大正バブル的企業の一つ、八千代生命が映画事業に乗り出し、兵庫県西宮市向陽園にあった向陽キネマ撮影所を買収して設立したのが、この東亜キネマである。折しも、同年9月1日に起きた関東大震災で首都が壊滅し、松竹や日活の在京撮影所が京都に避難、機能移転したように、浅草公園ロックの浅草オペラの役者たちや国際活映すがも、撮影所のスタッフや俳優たちが、この新撮影所になだれ込んだ。東京の高松豊次郎、設立の半年後の1924年6月、京都の牧野省三の牧野映画制作所を、九州合併、牧野東寺院撮影所を、東亜キネマ東寺院撮影所と改称、牧野を、向陽、東神の両撮影所の所長に任命した。以降、両つまみのデュアルプロダクション体制で、現代劇及び時代劇を量産した。東神撮影所の時代劇部の内部で東亜派と旧牧野派が対立。1925年1月、同撮影所を東亜牧野東神撮影所と改称。牧野が引き続き所長、31歳の山根幹人を所長代理にしてリスタートするも、同年3月には、失火により焼失。同年6月、牧野省三は、東亜キネマから独立し、牧野プロダクションを設立、小室撮影所を設立、東寺院撮影所の旧牧野派は、新生牧野プロに結集した。山根も牧野派に合流、東京では、牧野の動きに呼応して、高松豊次郎が、高松東プロダクションを設立、牧野東京派を構成した。牧野派去りしの地の東寺院撮影所は東亜キネマ京都撮影所と改称。所長には同社の親会社八千代生命の宣伝部長である小笹正人が就任した。牧野派分離の2年後の1927年、東亜キネマは向陽撮影所を閉鎖。東寺院の東亜キネマ京都撮影所に制作事業の拠点を一元化した。1929年3月。小笹が同社を退社、出版事業等にも手を出して没落した親会社、八千代生命が映画制作事業から撤退、牧野の長女の夫、高村正次が京都撮影所長に就任し、事業の立て直しを図った。1930年に阪急電鉄の小林十三が設立した宝塚映画に働きかけ、資金面での提携を図った。1931年9月、同社の制作代行をする会社として、東勝映画社が設立され、高村は退陣、安倍辰五郎が東勝映画東寺院撮影所の所長に就任した。高村は小説家、映画プロデューサーの直木35の協力を得て、大衆文芸映画社、ただし映牧野を設立してゆく。翌1932年10月、わずか1年で東勝映画社が解散し、東亜キネマは制作事業をついに断念、東寺院撮影所を閉鎖する。同年11月、ただし映牧野の高村が再度登場し、東亜キネマを買収、小室撮影所に宝塚キネマを設立、東亜キネマはその9年間の歴史に幕を閉じた。東寺院撮影所は競売に付され、翌1933年5月には住宅地となった。ありがとうございます。